教育直後なんてあかんねやとか言ってるセメントいて辻元さん。おかげさまでこの宮脇チャンネル、チャンネル登録者数がドン4000名を超えました。おめでとうございます。ありがとうございます。バーンとされてから、むしろコメント欄を通じて、また私のツイッターのコメントを通してですね、ご覧いただいている皆様とつながっていることを強く実感しております。そしてそのことが日々の配信のモチベーションとなっております。本当にいつもありがとうございます。さて今回はテレビを見ていると死んじゃうよ本シリーズより、テレビを見ていると、テレビだけを見ていると日本の心が、日本人としての心が失われてしまうというお話です。新たな船出を切った安倍内閣、今回文部科学大臣に選ばれた柴山雅彦さん、柴山文科大臣が教育直後の必要性について問われて、現代風にアレンジした形でならば必要なのではないか、まあ、ざっくりと言うとこう答えた、こう答えたことについて、まあ、いつものこんな人たちや野党がですね、教育直後を使うとは何事だと、戦前回帰だ、寝とぶよだ、軍国愛国クソ野郎やねみたいな、みたいなことをおっしゃっております。ご自身の生コン問題は責めんといてやっていう、あの辻元清美さんとかね、赤い小池さんとか、まあこんな人たちが大騒ぎしております。まあいつものことながら、教育直後を学校の現場で使うことに関しては全く問題ナッシング、この答えはもうすでに出ています。まず2014年4月8日の参議院で、教育現場で教育直後を使うことをどないやねんと問われた時に、教育直後の中には今日でも通用するものがあるんで構わないんじゃねえ的な答えをしたのが、後のビーチ前川こと前川喜平、当時の初等中等教育局長です。前川喜平さんといえば年中副杯、表面上ははいはい、わかりました、親分わかりましたって言っときながら、て名前の話なんか聞いてねえよっていうような、実に卑怯な態度振る舞いのことを座右の銘とする人物なんで、俺はそう思ってねえけどそっと答えたんだよぐらいのことは言うでしょう、あというよりなんかもう言ってるらしいです。しかしこれは国会で答えたことなので公式な答弁で、さらに2019年、昨年ですね、昨年は教育直後を使うこと自体は問題ないよということが閣議決定されています。なぜ昨年閣議決定されたかというと、例の森友問題です。あの籠池被告、まあ、籠池さんがやっていた塚本幼稚園で、安倍首相頑張れ安倍首相頑張れとかやってた中で、教育直後も幼稚園児に暗唱させていた、それは問題じゃないかとかね、大騒ぎしたわけですよ。こんな人たちが、こんな人たちというのは画面向かってこちら側で、まあ、主にパヨパヨっていう人たちです。意味軸もビーチ前川こと前からスケベーさん、あれ前からスケベーさん、元い失礼、前川喜平さん、前川喜平さんの盟友と言われるゆとり寺脇、ゆとり教育を実施して日本国中にいわゆるゆとり世代、ゆとり世代を量産した寺脇健さん、このミスターゆとりが森友問題を大騒ぎした時、教育直後でいいのか、安倍首相頑張れていいのかみたいなことを大騒ぎしていた時のワイドショーに出演して、テレビ朝日モーニングショーの中で明確に答えております。ざっくりと言うと、教育直後を例えば私学なんかで独自のカリキュラムとして教えることは一向に構わない、一向に構わないと答えています。もちろんミスターゆとりさんは安倍のバーカのこちら側のグループなんで、そう答えた後に全力で安倍のバーカ安倍のバーカみたいなことをおっしゃっておりましたが、寺脇健さんののべんとするところは、学校現場で教育直後を絶対に一言一句たりとも教えてはならないってやることは憲法上も不可能なんですね。憲法には思想良心の自由とか表現の自由があってですね、でまして教育行政っていうのは基本的に自由で自治を求めるわけですよ。その中で特定の考え方だけ絶対にダメだとやるということは、その自由を犯すことになる。もちろん軍国主義や
特定の指導者を神のようにして扱う教育については異論もありますし、そうなった時に補助金がね出ないとかっていうのは YouTube におけるあの名前を言ってはいけないあの国の強い影響を受けている学校には無償化について裁判所も無償化しなくていいんじゃねっていう判決が出たりするのもするのはそういう理由からです。しかし教育勅語を普通に読めばそんなことは書いていないことは明らか。もちろんどんなものにもへりくつや難癖や因縁っていうのはつけられて、ジャキーンと色眼鏡で見た世界からの教育勅語は軍国主義に見えたりもしますが、普通に読めば全く問題ないことがわかるわけです。むしろ教育勅語の中身について踏み込んだ時にミスターゆとりなどこちら側の人からするととても不利なことが明らかになるので、ミスターゆとりにしても教えること自体は問題ないとしか答えようがないんですよ。そして逆に、公序良俗の範囲内ですが、これこれこういう教えを何人たりとも教えてはならないということを国が制限することは思想統一、思想弾圧につながってしまうんですね。大変危険なことなんですよ。塚本幼稚園の時には一私学、私立の幼稚園が安倍首相頑張れてやったり教育勅語を読ませたりするのはその学校のその幼稚園の教育方針、嫌ならば入らなければ良いだけの話なんですね。突っ込めば突っ込むほどこんな人たちにとって不利な状況が出てくる。言論の自由を守れ、思想良心の自由を守れ、憲法に書いてあるぞと言ってる人たちが特定の思想をミュミュミュって潰そうとしているわけなんで、思想弾圧、言論弾圧をやろうとしていることが浮き彫りになるので、途中でやばい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 ってフュフュフュって消えていったのが森友学園、塚本幼稚園における教育勅語の話。それではなぜまた教育勅語うんぬんというのが再燃したかといえば、柴山大臣にこの質問をしたのは NHK の記者です。本当にいい時代になったなと思うのは、 YouTube の中に文部科学省チャンネルっていうのがあって、ここでですね、問題になっている現代風教育勅語ならいいんじゃね発言の記者会見のすべてのやり取りが残されて公開されています。これを見ると柴山大臣がどういう文脈であの発言をしたのかっていうのが明らかになる。そして教育勅語について尋ねた NHK の記者というのはこの前段にもう一つ質問しています。8月17日のツイッターで、私は戦後教育や憲法の在り方がバランスを欠いていると思っています、そうツイートされていますが、それについてという質問で、柴山大臣は戦後教育で権利だとかなんだ言ってるけれど、義務とか公共心とかそういったものをっていう意味からのバランスを取りましょうよという発言をした。これに続いて教育勅語って持ち出したのはあのやつか。それでは柴山大臣が戦後教育や憲法について突然バランス書いてるよなって言ったのか、違うんです。フォロワーさんとの会話の中でのこの発言があります。その会話というのは素晴らしい方です、ね、私のないの無視ですね、無視無視の取り組みをする国民を増やすにはどうしたらいいですかというフォロワーさんからの質問に対して、私は戦後教育や憲法云々と答えている。それではこの無視の取り組みとは何を指すのか。これはあの大分のカリスマボランティア、おばたのおじいさんこと小畑春夫さんのことです。行方不明になった2歳の男の子を探し出したあのカリスマボランティア、お孫さんが見つかったことを喜んで小畑さんをご自宅に招いて、接待しようとしたわけですよ。そしたらそれ全て断って、水道水ぐらいならいただくこともあるけれど、ボランティアというのは自己完結しなければならない、お礼なんかもらっちゃいけないと、私は考えてるんですよと言ったあの小畑さん、あの小畑さんの無視の精神、私心のないあの姿を柴山大臣は称えるツイートをしたんですよ。それに対してフォロワーさんが、そういう人を増やすにはどうしたらいいんですかねって、私は戦後教育と憲法の在り方のバランスだと大臣はお答えになった。これを NHK がパヨパヨと突っ込んで教育勅語まで持ち出して、今教育勅語は問題だと騒いでいます。
それでは教育勅語を見てみましょう。国民道徳協会というところが、訳文を出してくれています。親子は仲良くして、兄弟もみんな仲良くしようねと、夫婦仲良くして、友達とは胸襟を開いて、信じや自分の言動を慎んで、全ての人に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、人格を磨き、さらに進んで社会公共のために貢献し、もう本当にね、書くあらねばならぬ、やや耳が痛いのですが、書くあらねばならぬということが書いてあって、こんなくだりがあります。非常事態の発生の場合は、真心を捧げて国の平和と安全に奉仕しなければなりません。つまり自然災害という非常時、幼子が行方不明になった、もう家族にとっては重大事、そんな時には真心一つを持って現地に足を踏み入れ、私心の一切ない状態で困っている仲間を助けに行っている小畑春夫さん、つまり小畑のおじいさんは教育勅語を体現されているわけです。実践されているわけですね。あえて言い換えると、小畑春夫さんの生き様というのは現代風にアレンジした教育勅語と言っても過言ではない。つまり柴山大臣の元々のツイートから始まって、つつーっと言って NHK の記者の質問に答えるところまで、この一連の流れで見たときに、全く問題がない話をしているのであって、むしろこの大臣発言について、教育勅語なんてあかんねやとか言ってるセメントいて辻元さんや赤井小池さんらは、あの小畑のおじいさん、小畑春夫さんの無視の心まで否定しているということです。案の定テレビメディアは教育勅語のとこだけパツパツパツって切って、こちら側に寄せてパヨーっと文句言ってます。国会でも柴山大臣を吊るし上げたるでーと意気込んでいます。そしてそれをさも正義の側においてテレビは報じている。はい、テレビだけを見ていると日本人として大切な心が失われてしまう、実に悲しいことです。ただしお天道様は見ています。本件に関して言えばネット民は見ています。すべての証拠、すべての動画がネットにあります。ネットにはあります。今この時代を生きられる幸せというものを私は強く感じる今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。そして4000名のチャンネル登録者の皆様、本当にありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。またの機会もお付き合いいただければ幸いでございます。最後にワンコのコーナーでお別れです。大地安倍晋三完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが打って、バカがいる。あの病気だってあなたに会えたから。